ちゃあ、こんにちは。豊川さん、はい、見ました交流試合、夏の高校野球の、まあ、今年はね、特別に、夏の高校野球がない分、春の選抜で選ばれた、その、ね、代表校が交流試合という形で、はい、なんか切なくなるけどね。だけど、なんていうの、その高校でさ、全員出してあげようっていう高校と、はい、絶対勝って終わりたいっていう高校と、まあ、いろんな、なんかこう色が見えたというかね、はい、うん、まあ、それはそれでいいんだろうけど、うん、でもその中でやっぱ感動したのがさ、はい、いわき高校だよね。あ、もう結構ね、ニュースでももう取り上げられてましたけど、うん、監督が変わられてっていうことだったりとか、そうだね、はい、で、なんかドラマがあってさ、はい、選抜に決まったんだよね、はい、で、その時に19人しかメンバーがいなくて、うん、一人だけユニフォームがもらえないわけよね。18人登録だからさ、はい、菅波くんっていう子だったんだけど、はい、でもそれはなんか自分で想像していって、うん、なんか俺だろうなっていうのをね、はい、でも20人いたらさ、2人出るわけじゃない。そうですね、うん、じゃあ2人だと仲間意識ができるわけじゃない。あ、まあ、俺たちダメだったねみたいな。ダメだけど、なんか一生懸命応援しようぜとかできるけど、一人だとなんか心の持っていき方がなかったんじゃないかなっていうような気がして、でもその選抜に出るユニフォームを木村監督っていう人が配るときに19番も用意してたんだよね。あ、そうなんですか。そういうことがあって、まあ、その子は救われたがるのかどうかわからないけど、まあ、ベンチに入れないと、で、その19番をどういう思いでこう持ってるかというとさ、やっぱ本人はやっぱ悔しかった、もうそれはもちろん悔しいよね、一人だけだから、で、悔しいけど、だけどその19番という背番号がこれからの人生の糧になっていくと、いうことをこう言ってるんだよね。だからすごく立派な子だなと思うし、でも酷だなと思うよね。そうですね、レギュラーを取れる選手がいるってことは、その裏で取れない選手がいるっていうことですもんね、うん、でもその記事を読んだ時にさ、まあ涙が出たんだけど、だから俺らってさ、まあ申し訳ないけど、そういう思いを全くしてきてこないんだよね、うん、でも大学の時とか、まあ高校の時はそんなこと言えなかったんだけど、大学の時はやっぱり同じ4年生でね、一生懸命頑張ったやつは最後の試合監督に言って、はい、ユニフォーム着させてやれと。でも枠があったからさ、25人っていう、はい、あったから着させてやってくれとかさ、お願いができて、はい、着たりとかもできたんだけど、やっぱ甲子園って特別な舞台じゃない。でなかなかやっぱり高校生で監督にお願いするっていうのも、じゃあ19人いたらお願いしたらさ、1人弾けるわけじゃない、また、はい、だからそれもなかなかやっぱり難しいっていうことで、はい、なかなかできなかったんだろうけど、でもその木村監督もさ、はい、なんか公立高校だから転勤があるということで、そのいわき高校からまあ別の高校に転勤があると、夏も一緒に戦いたかったけどっていうさ、ものすごいハートのある人なんだよね。だからすごくなんか交流試合を見てて、なんかすごくドラマを感じたというかさ、はい、やってくれてよかったなと思うのと、はい、最後のもう転勤していってんだよ、はい、転勤していってんだけど、最後のノッカーとしてまあ甲子園の土を踏めるんだよね、で70球かな、7分間で、はい、70球のノックをするっていうさ、うん、もうとにかく休む間もなくもうノックを一生懸命やった後にやっぱこう歓喜上がって涙が出るというさ、うん、なんかやっぱりいいなと思ってさ、うんうん、でみんなその交流試合でどういうことを言って、あの高校球児も監督も含めてね、どういうことを言ってたかっていうとさ、たかが1試合だけど、はい、勝っても次はないんだけどね、うん、だけどやっぱけじめという意味ではやっぱつけれたんじゃないかなっていう、うん、だからすごいなんか夏の甲子園とは別だったけど、
なんかいいものを見たなっていう感じがしたよね、うん、そうですね、なんかそれぞれのチームがあのゲームセットってなった時に負けたチームも、あ、ここで1試合だけでもできたことの意味というか、うん、何かこう負けて悔しいとかではない感謝とか、うん、そうだね、うん、そういう喜びとかそういうのがすごくこう表情に出てたのがすごく、なんだろう、今年だけのというかこういう中でのなんか、うん、なんかものを見たなって私も思ったんです、うん、まあそうだね、うん、だからまあけじめがつけられて本当に良かったと思うけど、うん、はい、菅波君のことを考えて、うん、まあスタンドも映すわけだね、はい、で高校球児も映ってるわけよね、はい、あ、この子たちもユニフォームがもらえなかったんだと思ってさ、うん、でもなんかどういう思いで応援しどういう思いで見てたのかで最後どういうふうに捉えたのか、そういうのをなんかこう聞きたいなと思ってさ、そのベンチに入れなかった子たちのってことですよね、うん、そうそうそう、ベンチに入ってる子っていうのは、うん、やっぱり土も踏めるし、はい、なんかこうけじめがついたと思うんだけど、ベンチのスタンドで見てた子たちっていうのはどういう思いで見てたのかなっていう、うん、そういうものをちょっと知りたいなと思ってさ、そうですね、うん、なんか呼びたいよね、あ、そうですね、あのなんか、うんうん、あそこで見てた子たち、例えば大学とかもう野球をやめる子もいるだろうけど、はい、なんかそういう声をちょっと拾ってみたいよね、うん、そうですね、うん、どういう思いだったのかっていうのをね、はい、で、まあ、レギュラーでやってる子っていうのは野球を続けたりだとか、まあ、いろいろ甲子園で勉強したものっていうのはあるだろうけど、はい、高校3年間で勉強したことっていうのがさ、そのユニフォーム着るだけじゃなくてどういうものに変換をし、あ、次のステップへ持っていくんだろうとか、はい、まあ、いろいろなんか勉強になるのかなって、こっちがね、うん、うん、で菅原君もそういう背番号19をもう置いてるんだけど、はい、なんかそれをあの苦しい時とかやっぱ見るような機会があるだろうと、うん、だからそういうことでなんか僕は19番を大切にしていきたいっていうふうに言ってるんだけどね、うん、はい、なんか日の目を浴びる人間もいれば浴びない人間もいる、その中でどういう勉強をしどういうことを感じどういうステップを踏んでいくのかっていうのがすごくその菅波くんを通して興味が湧いた、はい、あ、そっちから改めてね、うんうん、それは一緒にやっててさ、はい、一生懸命頑張ったけどってね、お前あの頑張れよって同級生とかだったら言えるじゃない、うん、で後輩だったらまだ1年残ってるしさ、うん、だ来年頑張れよとか言えるじゃない、はい、で同級生とかだったらお前実力ないからみたいな、うん、で軽いノリで、まあ、もう次も頑張れよみたいな、はい、ね、お前学校卒業くらいしろよみたいな大学ね、うんうんうん、とか言えたけど、でもなんか今の社会ってさどういうふうな感情を持ちどういうふうな、まあ、思考で次をやっていくのかっていうのがね、なんかすごく興味がある、うんうん、だからなんか呼んでみたいよね、そうですね、出てもらえるんだったらね、うん、確かにここでいろんなことをまた豊さん聞きたいですよね、聞きたいな、なんかそういうのがねやっぱドラマになるのかなとかさ、はい、思うと、うん、まあこっちもやっぱ勉強したいしね、そういう感情というかさ、うん、人の心っていうのね、うん、だからぜひちょっとなんかあれだったら応募してくれたら見てたら、いや見てたらもうぜひぜひあのちょっと聞いてみたいことはたくさんあるよ、そうですね、ぜひご一報いただければ、菅波君でもいいんだけどねいいんだけど、ピンポイントでもいいんだけど、はい、でも聞いてみたいと思わない？いや聞きたいです、そのね表に出てるんじゃなくて裏に回らなきゃいけなかった、でもあそこでどういう思いで応援してたのかとか、そうだ、ね、どういうふうに折り合いをつけたのかとか、ね、気持ちと、うん、聞きたいです、ね、それは、うん、ぜひ、はい、お待ちしてます、はい